はい、どうも、イケメン仮面ライダーくんです。えー、今日はね、明日の放送で出る仮面ライダーネクロムですね。ゴーストの3号ライダーの、え、天眼、波紋で変身、デラックスメガウルオーダーネクロムゴースアイコンを買ってきました。いや、もうね、あのー、ネットで最初ネタバレでネクロムって出てたんですけど、もう実際に売り場で見て買ってきた方がすごいかっこいいですね。 いや、かっこいい、これ。やばいわ、これ。で、えーと、こっちがね、僕買ってきたのが、この、えー、仮面ライダーネクロムのソフビですね。で、あと中身が、この、えーと、メガウローダー意識と、あとこの変身ブレスなので、このベルトのね、手首にやるベルトですね。まあ、今回は、あとガンバライジングカードは付いてないですね。まあ、僕が欲しかった、このネクロムアイコンと、 まあ本体だけですついてんのはっていうことでねよいしょ明日の仮面ライダーゴースト毎週日曜日ネクロムの活躍を見てくれ我々の力を見せてあげよう変身メガウルオーデンていうことで まあね、毎週のあの、仮面ライダーゴースト日曜日ね、朝8時見てくれれば嬉しいです。ってことで、イケメン仮面ライダーくんでした。見てねー。